グルナラ・ガルキナは、ロシアの陸上競技選手、専門は 3000mSC を、おもとする中、長距離走。北京オリンピック女子 3000mSC 金、メダリスト、女子 3000mSC 元世界記録保持者。ロシア室内選手権2003年 3000mSC、2004年 1500m、よび 3000m 優勝者。また、ロシア選手権 5000m を2度制した。 タタールとロシアの根血であり、旧姓はサミトワで、グルナラサミトワガルキナとも名乗っていた。身長168センチメートル、体重54キログラム。タタールスタン共和国ナーベレジヌイエチェルヌイ出身。2004年3月ブダペストで開催された、世界室内陸上競技選手権、大会1500メートルで3位に入った。7月4日、ギリシャイラクリオンで開催された。 競技会 3000mSC において9分01秒59の世界新記録を樹立した。8月アテンレオリンピック 5000m では15分02秒30の記録で6位に入った。2008年8月17日北京オリンピック 3000mSC では女子としては史上初めて9分を切る8分58秒81の記録で自身の世界記録を更新し優勝。 金メダルを獲得した。二十二日、五千メートルでは十二位となった。二千九年六月措置で開催された、ロシアチーム選手権の八百メートルと千五百メートルで、優勝、八百メートルでは二分零零秒二十九の自己ベストを記録した。その他、二千三3年、2004年及び二千八年の女子三千メートル SC 世界ランキング一位となった。また、 世界陸上競技選手権大会では、大阪大会3000メートル SC7 位、ベルリン大会3000メートル SC4 位の成績を残した。連覇を目指した2012年ロンドンオリンピックでは、決勝を途中棄権してしまった。ありがとうございます。